野崎チャンネル。ちょっ、プロ野球ニュースということで、NPB から、2026年から、5試合増の148試合制を提案されました。だからまあ来年は、143試合と。だから再来年、2026年から、148試合にしたいと。コロナ禍、経営打撃で何とかしたいと。選手会の、森事務局長は反対ですと。いうところで、日本プロ野球選手会と、日本野球機構との、事務セッションのね、中で18日、東京都内で行われて、以前から議論されている公式戦の試合像などを話し合った。まあ昔130試合だったからね、元々で言えばね。まあコロナ禍で球団経営がダメージを受けて、試合像の提案をずっと続けていると。で、選手関係委員会委員長の広島、鈴木球団本部長は、現在は143試合制、早ければ2026年から、同一リーグの5球団との対戦を1試合ずつ増やして148試合制というのが NPB の提案だと。20年以降の、コロナ禍で各球団の経営は大ダメージを受けており、収入増につなげたいと考えていると。それに対して選手会の森事務局長は、レギュラーシーズンを単に5試合増やすというのは反対ですと。それ語る一方で、球界全体が潤うように単純な試合じゃなく、ファンも喜ぶ見せ方の違うものを考えませんかという話をしたとかだったと。別のものについて現時点で具体的なアイデアはないというが、今後話し合いを続けていくっていう、ところの、まあニュースが出ましたけども、まあこれをね、佐々木が解説したいっていうところで、コロナ禍でね、試合が120試合にね、なった時もあったし、お客さん入れないで無観客っていうのもあったし、あと入場制限で、試合をするっていうのもあったところで、まあそこでね、まあ球団側からの意見をもっと汲み取ると、そのコロナ禍で、入場制限とか無観客とか試合減が行った時に選手の給料は減らしてないじゃないかと。その時も球団の経営努力で選手スタッフ皆さんの、年俸を払えたじゃないかと。でもそのダメージは大きいんやと。それを、試合増にして、なんとか収益を立て直していきたいっていうところで、まあ5試合増やしたいっていう、まあところのアイデアなんだけど、まあ本質的なところで考えると、今現状ね、18試合が交流戦、だから130試合なんだよね、同一リーグはね。だから昔と変わってないんだよね、130試合っていうところはね。でその中で各チーム125試合で、18試合が交流戦。だから125試合だから、各チーム、同一リーグは、25試合。25試合の対戦になって、5チームで、125。で、交流戦の18がついて143になるんだけども、まあ、多分本質的なこと言うとね、これをやっぱ26にして、ホームアンダーウェイを13ずつにしたいんだよね。今13-12だから、1試合どっちかのホームが減ってるんだよね。だからそれを26試合ずつにして130試合。で、交流戦18試合で148試合にして、しっかり13試合13試合で、ホーム&ビジターを多分一緒のゲームにしたいんだよね。そしたら、各球団13試合はホームで行われるから、5×5=35だから65試合。65試合は必ず、ホーム主催の試合になってくる。これまでは65のチームもあったし、64のチームもあったから、まあ1試合ね、なかったっていうところもあるから、まあここを平均的に一緒にしたいんだと思うんだよね。まあ悪い提案じゃないと思うけどもね、正直ね。で、その、森事務局長が言ってる、まあレギュラーシーズンを単に5試合増やすというのは反対ですと。球界全体が潤うように単純な試合じゃなく、ファンも喜ぶ見せ方、違うものを考えていかませんか。難しいよね。だからこれで考えると、 J リーグで言うと多分カップ戦とかになっちゃうんだよね。レギュラーシーズンだけじゃなくて、なんかカップ戦も途中でトーナメント試合やりましょうみたいなね、ところになってくるけど、それで勝ってもそんな、その賞金が優勝賞金チームに1億円とかあるんだったら、多分選手も頑張るかもわかんないけど、そのカップ戦がもしプロ野球にできたとして、勝ったとしても選手は別にそんな嬉しくないよね、正直。レギュラーシーズンのね、クライマックスシリーズ出場とかリーグ優勝とかに直結してないからね。だから正直で、しかも各球団、各12球団が潤わなきゃいけないって考えると、カップ戦とかにすると1回戦で負けたチームは、でしかもそのホーム&
ピーターどうすんねんと、両球場で1試合ずつやりますか問題になるじゃんね。しかもそんなスケジュールないじゃんね。もうそしたら11月とかにやんなきゃいけないけど、まあ無理じゃんね。そしたらみんな多分主力とか出ないんだよ。2軍選手とか出てくるから、レギュラーシーズン単純じゃ試合じゃなくってね、こう期間考えると無理やと思うんだよね。だからもう一つできる要素があるとするならば、交流戦を24試合にすることだね。今まで18試合だったけども、まあ一番最初36試合だって、で次24試合になって、次18試合になったから、交流戦をホーム&ビジターで2試合ずつに戻すことだね。ちょっとまたやり方がね、スケジューリングがいびつになるけども、でそしたら交流戦、今までね隔年度だったから、今年はホームだけど来年はビジターとかになったわけだから、それが必ず毎年2試合ずつ行われるっていうことを考えたら、2年で3試合が2年で4試合になるから、1試合分プラスになるじゃんね。そうなったら単純に5試合増やすのと多分変わらなくなると思うんだよね、計算上ね。まあ交流戦を24試合にして、6試合増えますと。そしたら今が143試合だから149試合になりますと。いやそれでもいいんちゃうかって俺は思うけどね、交流戦。あとは結局見返りやと思うんだよね、選手会も。だから1軍の最低年俸、今は多分1600万だと思うんだよね。俺が入団した時の1998年ドラフト、99年の時は1300万だったからね。だから約もう25年前より300万円今上がってるわけじゃん、1600万円だからね。だからそれを1650万にすればいいんじゃない、5試合増えるんだったら。一軍最低年俸を1650万円にしますと。その代わり、増やしてくださいと。でここがあんまり折り合わないんだったら、一軍登録日数が多分今145試合いたら、 FA が1年145試合だからね、だから145試合か150試合いたらその満額もらえるんだよね。だからその100日以上をクリアした人の満額が1650万円計算でありますよ。100試合未満の方は1600万マックス計算ですよとかに、まあ、するのも俺はありやと思うけどね。だからそこを増やしていければ多分選手会も納得するんちゃう、お金で解決で。だから一軍最低年俸を1650万にしますと。でそれ単純なそれで折り合いつかないんだったら、じゃあ100日以上一軍にいた選手にとっては最高年俸を1650万円にしますと。で100試合未満、100日未満だった場合は、最低年俸が1600万円の計算ですみたいなね、感じですれば、ノルマをクリアした選手にとったら報酬も増えるしね、クリアしなかった選手は今まで通りで、1試合増やします。これは俺いいと思うんだよね。だから多分根本はコロナ禍における経営打撃のもと、まあ、1試合でも増やしてそういうものをもたらしたいっていうのもあるんだけども、この1試合増やしてもそれがビジターなんだったら、ホーム球場には、ね、ホームチームには一銭も利益ないわけでしょ。でもこれを必ずそれを利益にもたらすために1試合増やして、今まで25試合だったのを26試合にして13ホーム13ビジター。これを必ず毎年13ホームをすることによって、各年で1試合なかったものを通年で1試合プラスして収益に上げるっていうのが多分一番の本心だと思うんだよね。1試合増やしただけで直ちに何かが上がるっていうのがないからね。もともと13試合のところもあるから、それだったら一緒だからね。だからマイナスを減らそうっていうところなんだよね。俺はまあいいと思うけどね。でそれを楽しみ増やすんだったら、まあ交流戦ね、ファンの人の楽しみ増やすんだったら、交流戦を24試合にして、そしたら今までだったらホーム&ビジターがなかったらから、その各年でじゃあ広島の人だったら、広島対じゃあロッテ戦っていうのは増田で行われるのは2年に1回だから、じゃあ広島に住んでるファンの人はロッテの試合を増田で見るのは2年に1回だったりね、するわけじゃんね。でそこのホーム&ビジターがあれば、そのね、メリットデメリットも交流戦の優勝に向けてもなくなるかもしれないし、でそれでやると149試合になるから1試合多くなるんだけども、しっかり毎年交流戦のホーム&ビジターができるから、パリーグの球団で言えば巨人が阪神が毎年ホームの球場に来てくれる、パリーグで言えばソフトバンクとかロッテが必ずホームの球場に来てくれるっていうと、また新しいものを見せれるっていうところでは、選手会の意見も反映できるんちゃうかなっていうところもあるんで、まあ実質的には、まあ、そう1650万っていうところの最低年俸を上げるっていうのも一つの手だと思うし、 NPB 側が思ってるやっぱり必ずホーム&ビーターを13試合ずつにしたいっていうところもあるだろうし、まあ、新たなものを作りたいんだったら俺は交流戦を24試合に戻す、これが新しい機会を増やすことになるんじゃないのかなと思いますけども、佐々木的にはこんな考えですけども、ファンの皆さんどうでしょうか、ご意見お待ちしてます。